はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、でーん、いや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 ーん、ということでですね、今回は飲むだけで痩せられる商品を紹介しようと思います。皆さんね、嘘だと思ってますが、本当に飲むだけで痩せられます。これです、純玄米黒酢。まあ実際タートルはこれを2、30ミリずつ、まあ1ヶ月試しに飲んだんですが、だいたい今3キロぐらい落ちました。んで、実際ね、男性っていうのは女性と違って食欲のコントロールがしやすいです。なので今回は女性についてのお話をしようと思います。痩せるためにですね、食事を減らそうと思っても、それはやっぱりよく体を動かす職業の人はよくお腹が空きますし、あとはデスクワークの人なんかはね、逆に体を動かさないんで、もうストレスが溜まって、食事に走ってしまいます。やっぱりね、痩せるために食事を減らさなきゃいけないんですが、それはまず不可能に近いです。食欲というのはやっぱり人の欲望の中の大きな3つのうちの1つなので、なかなかね、それは減らそうと思っても減らせれるもんではないです。もちろんストイックにね、体を動かしている人はごく一部、もちろんうまくね、ダイエットをすることができますが、残りのね、9割ぐらいの女性はほぼほぼ失敗します。で、もちろんトレーニングをしっかりしたとしても、やっぱりその分食べてしまうんで、正直ね、なかなか痩せれません。で、今回このね、まあ、純玄米黒酢。まあ、これ僕、私タートルは楽天で買ったんですが、まあ、1ヶ月ぐらい持って、700円ぐらいですかね、送料合わせて、1本。んで、まあ、この黒酢を飲むことによってですね、血糖値の大きなね、上昇下、血糖値の大きな上昇を抑えることができます。まあ、ただ朝一に飲んでたんですが、やっぱり食事っていうのを食べた時にもっと食べたいっていう欲がね、まずね、減ってきます。ほんでやっぱり一日飲まなかったりすると、やっぱその日はね、結構お腹が空きました。んで、飲んだ日っていうのは、もう素直にエネルギーがなくなったら、まあお腹が少し空いてきたかなと。で、前の例えば晩、ちょっと多めに食べてたら、もう朝昼お腹があんまり空きません。それは実際多分エネルギーが体に残っているんだなというふうに今感じました。んで、この黒酢を飲むことによってですね、エネルギーが残ってる、お腹が空く、お腹が空かないっていうことに、とてもね、体が素直になるように感じました。いわゆる太っていく人っていうのは、体にエネルギーが残っているのに血糖値が下がった時にお腹を空いたと感じてしまって、また食べてしまうんですよね。なので、血糖値が上がる、そっから上がった分また戻る。この振り幅が大きければ多いほど、お腹が空いた感じになります。で、例えば、疲れた時とかですね。こういう時には、やっぱり甘いものが欲しくなるっていうのは、血糖値が下がって、それをまた上げたくなってくる。血糖値が上がれば、もちろんエネルギーが入ってくるんですが、そもそもエネルギーが残っているのに食べたくなってですね、血糖値が上がったら疲れてる体が満たされる感じになって、また下がったらまた欲しくなると。実はエネルギーは体に残っているのにそうなってしまいます。その場合にですね、この今回のこういった黒酢、これ本当にね、商品の案件では全くございません。女性におすすめしている、まあ、商品です。まあ、飲むだけで痩せるとかね、ああいった広告結構出てくると思いますが、置き換えダイエットのプロテインとかあると思いますが、あんなのはね、本当にストイックにね、一食に変えれれば、もちろんカロリーを制限できるんで、痩せることにはつながると思いますが、普通の人はまずそれがね、続きません。なので、まずこの、玄米黒酢っていうのを飲んでみてください。この黒酢。これを朝ね、少し飲んでみてください。これを続けるだけでですね、本当にお腹がすくすかないっていうのに素直になってくるんで、実際飲むだけで痩せるんじゃないのかなって実際は結果的にタートルは思いました。なので今回ね、この黒酢、女性はね、ぜひ飲んでみてください。それでもしね、半月ぐらいやってみて、結果がもし出てきたらですね、ぜひコメントで喜びの報告をください。これは案件じゃありません。なので、リンクも貼っときません。なので、皆さん、楽天で調べてですね、この、純玄米黒酢。これをね、ぜひね、飲んでみてください。今日は、飲むだけで痩せれるという、おすすめの商品でした。